年末のお忙しい中、生活の苦しい中、申し訳ない、ね、来ていただいてありがとうございます。ね、今夜も懐かしい中で、ね、楽しいひとときを過ごしていただきたいと思います。本日のお相手は、皆様の心のオアシス、パームスプリングスです。どうぞ、よろしく。そして2曲目はね、シェリー、はい、こちらね、ほぼシーズンスのナンバーをお届けいたしまして、そして、3曲目は今聴いてみますね、雨を見たかい、はい、ね、ジャンルの2曲目でお届けいたしました。ありがとうございますね、もうクリスマスも近いということでございます。ちょうどね、今年は24日が日曜日、そうですね、日月ということでね、おうち休みで、そうね、なので、ね、まあ、今日と明日、ちょっとね、クリスマスの方もちりばめられるね、はい、クリスマスイベントね、ムードも楽しんでいただきながらね、はい、今日もいっぱい、オーディーズで過ごしていただきたいと思います。で、こうリクエストがたくさんいただいておりますのでね、順番にお送りしていただきたいと思いますけれども、めっちゃドアの2曲、はい、負けのような、はい、何が出るかな、はい、曲目はですね、キーボードのキースの歌声でルイシアナママアガリーオープスナンバーをお届けしたいと思います。そして3曲目はですね、こちらリクエストですね、ベンチャーズのナンバーでいただきました。夏の曲ですけどもね、はい、もう季節がなく、はい、毎日やっております、ね、ダイヤモンドヘッドの方をお届けしたいと思いますのでね、こんな感じで、はい、スイムダンスでお付き合いください。3曲目でございます。それではまず曲目なんですけど、こちらもね、リクエストをいただきました、ありがとうございます。で、パンスプリングスのオーケストラ、ちょっと久しぶりにね、はい、今日リハーサルをさせていただきましたけれども、ルースの歌声でね、ママス&タバスのこのナンバーからお送りしましょう。夢のカリフォルニア。
ことされてますけどもね、はい、割とね踊って楽しむお店となってますので、ね、よろしければね、ちょっとガソリンをね入れていただいて、ダンさんはここで飲み放題となっておりますのでね、はい、じゃんじゃん飲んでいただいて、ね、ダンスの方もお楽しみいただきたいと思います。さあ、それではここでね、ちょっとテンポ落としまして、スローナンバーのコーナーでございますけども、2曲目は、ね、エミリーさん、いつもリクエストありがとうございます。本日はジャンゴのタグでデスペラーをお届けいたします。それではまず1曲目はね、クリスマスソングでございますね。ジョン・レノンの名曲、このナンバーを、それではブルースのタグでお楽しみください。ハッピークリスマス。So this is why don't you jump to the senses?
Thank you.
水天さんというね、可愛らしい、切ないね、なんか別れ、しばしの別れがね、はい、ありますので、ね、やっと会いましたね。とか言うて、はい、ネイビーブルーお届けできました。ありがとうございます。さあ、それでは、ね、1回目のステージもあっという間に後半戦、ね、ここから3曲、またね、元気なのが、ね、ノリのいいロックロールなどをお送りしていきたいと思います。1曲目がね、ジャンゴの歌声です。ロックンロールミュージック、トンネルですよ、なんかトンネルなんか歌が飛んでなんかね、元気いいですよ、何虫は虫というね、現代のジャンゴの歌でロックンロールミュージック2曲目にお送りします。そしてラストナンバーは今回はね、サマータイムブルースを用意しております。そそぎながらサマータイムブルースですよ、ね、もう気分は出せでお送りしたいと思います。それではですね、まず1曲目はイタリアの皆さん、そう今からね、ちょっとイタリアの方にちょっと一飛び、ね、行ってみませんか。ジャンニー・ワランディのコロナ禍からお送りしましょう。サマータイムブルース、I'm not afraid to die.
エディコグラのサマーサンプルズを受けて2回目のステージはひとまずお分かりとなります。次回休憩挟んで2回目のステージ9時10分からに始めますので、それまでしばらくお待ちください。それでは2回目のステージでお会いしましょう。そのお相手はアンシンプルさんして
されてね、テイストのハニーという曲をお届けしました。アウスペイト新曲になります。キースオフィシャリングで、はい、まあっち見たりこっち見たり忙しいお届けしました。さあ、それではね、一番目のセロンナンバーフレーター3曲をお届けします。2曲目には見つめていないポリスの曲をね、曲をお互いにお届けいたします。それでは1曲目、クリスマスソングですね、では山下達郎さんのとても有名な曲をお届けしていただきます。クリスマスソングです。
コーナーですからお届けいたしました。さあ、それではね、時間がいい後半戦曲を届けしていただく選手もまたお別れしてみたいと思います。後半2曲目はジンギスカマルシャンの歌、はい、結構大きな振付がついてありますので、よかったら真似してみてください。ラスクの歌ですね、チャミチェイカーレッツツイストアゲイ、ラスクの歌でお別れいたします。それでは後半の1曲目、こちらもね、ビートルズのナンバーでリクエストいただきました。ちょっと見ますか、感じの楽しい曲です。かっこいいです。では、ジャガモンジャガイドをお届けいたします。カンサスシティ
最終ステージ始まっております。今日は最後までお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。お届けしてまいります。テイクイットイージーから始まりまして、そしてテイクエンには神田美奈子ちゃんとテイクエンには ブースポーリーがブーバットの名前をさあ、ではまた続けて3曲、ハリケーンです、お届けしたいと思います。では1曲目、ホリーさんの名前をお届けします。バススト
しょうか。チャンプでした。イエーイ。あ、そうか。そうか。ダメなんですね。ここで急に大丈夫か。茶番が始まった。茶番が。ほぼあのこの辺ボーズの頭ぐらいに近い人で急に晩年みたいな。If the sky, I think you can fall.
以外の俺の弟の役者ですね。さあ、それでは後半ね、それから実況したいと思います。次曲が今週の手前で横浜ゲームのお届けしたいと思います。ラストナンバーは次はトリックさんがお届けしてお仕事します。では1曲目、バカちゃんの歌声でいいんです。こんにちは。はい、片方さん、椅子は座ってる、暇ないで。
ルの随所でお手宮子さんをお願いして本日のステージ次第で終了となります。今日も最後までお付き合い本当にどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。演奏のお会いしましょう。アンスティングステーションアップステージ Q。Thank you.